皆さんこんばんは。9月9日木曜日、日本文化チャンネルさくら沖縄の声のお時間です。当番組は2000人委員会、友の会、共産広告、広告主、総 TV をご覧いただいている皆様のご支援でお送りいたしております。改めまして皆さんこんばんは、げんちゃんです。どうも。はい、さあ今日もですね、久しぶりにタカちゃんと一緒にいろんなお話をさせていただきます。タカちゃん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、さあ相変わらず暑いんだけど、でも沖縄県台風が発生してまして、はい、今週末からなんかすごい影響があるっていう天気予報ですけどね。あ、特に八重山の方が影響を受け、さっき島からだよな、はい、そこはちょっと心配ですよね。そうですよね、はい、だから皆さんにもですね、台風の被害が出ないように心から、ね、願っております。さあ、今日はですね、この武漢コロナウイルス、はい何、沖縄県非常事態宣言が30日まで伸びたという、今夜あたりなんか正式に決まるみたいですけども、まあ今回の緊急事態宣言延長についてはまあ織り込み済みというところもありまして、問題はいつまでかっていうことではあるんですけども、ただ沖縄って5月23日から緊急事態宣言で、ずっともう4ヶ月以上緊急事態宣言となると、そうなんですよ、1年の3分の1以上になりますから、本当に緊急事態っていうふうに、なんかちょっと言葉が軽く使われてるかというか、はい、もうみんなもう慣れっこになってしまって、はい、緊急事態と言われてもピンとも来てないし、あ、いつも通りの感覚で言いますよね。そうですね、これだけも続くと、はい、こんな風にマンネリ化してていいんだろうかと思うんですけど、でも本当にお仕事なさってる皆さん本当にご苦労様でございます。大変ですよね。そうですね、はいはい、もういろんな話ありますけど、僕も南城市に住んでますけど、夜8時以降って、はい、どこを通っても真っ暗で街灯が少ない、はい、で一番心配なのはこの暗いこの夜道でいろんなことがないかな、悪いことは起こらんかなというすごい心配なんですよ。あ、そうです、自分の家の近所に、うん、坂道あるんですけども、あ、はいはいはい、そこもやはりちょっとこの緊急事態宣言が始まってから、うん、まあ、明かりがちょっと少なくなって、うん、この間ちょっと見かけたのが、はい、まあ、車道の真ん中ですよ、うんうんうん、まあ、若い男2人がもうスケボーでバーって猛スピードで降りてきて、あ、これ車来たらかなり危ないだろうな、これはオリンピックの成果というか悪影響というか、ね、まあ、オリンピックがどう影響してるか分からんですけども、はい、結構車通り多いというか、そんな、うん、1日もう何台しか通らないようなそんな道じゃないんですよね、はい、それで まあ、あの時車通ったらかなり危ない、大変なことになって、ね、結局夜はほら公園も電気つかないじゃないですか、はい、真っ暗だから、それこそだから明かりの合う方に子どもたちも寄せられていくんだろうね。だから運転なさってる皆さん本当に気をつけてください。もう自分でやっぱり自分の身を守るし、で外を歩いている皆さんの、ね、身も守ってくださいね。本当に大変ですよ。さあ、これがね、まあ、大体予想では30日って言われてますけど、はい、30日で終わりますか。どうでしょうね、今の陽性者数の推移とか見てみますと、はい、確かに10日以上連続で前の週の同じ曜日は下がってるんですけども、うん、まだまだ、まあ、昨日ですと400いくらですとかそういった数字になっておりますので、うん、ちょっと今月いっぱいも厳しいんじゃないかなとは思いますけどね、うんうん、でこの緊急事態宣言なんですけども、うん、まあ、今回19都道府県ですか、うん、まあ、それで延長されるんですけども、うん、中には緊急事態宣言をずっとやってない県がありまして、あ、いやいや、7県がずっと緊急事態宣言を行っていないんです、ね、はい、7県ですね、はい、はい、まあ、そこの新井知事が他県ではもう緊急事態宣言を出しても、うん、効果がないんだからうちでは出さないというふうに言っておりまして、あ、はいはい、じゃあその奈良県どうなってるかと言いますと、うん、ちょっと画面お願いいたします、はい、これまあ、京都大学の大学院教授で本社の方の番組にも時々出演されております藤井、うん、
佐藤さんが、ツイッターに載せていた画像なんですけども、はい、あの左側があの奈良県 の, あの陽性者数の推移、はい、で隣があの兵庫県の陽性者数の推移、はい、奈良県が緊急事態宣言してない県で、はい、兵庫県緊急事態宣言している県なんですけども、はい、まあ、この2つのグラフを見比べてみますと、うん、あのこの推移、あの感染者数の推移ってかなり似通った状況に、そうですよね、なってますよね。これ緊急事態宣言なしでこんなだったら同じようなもんですよね。同じ、なので、はい、あのずっと緊急事態宣言を続けたりそういったことをやるよりは、うんうん、もうちょっとの私たちがあの感染症対策を徹底させるという、そうですよね、うん、まあ、そういったことをやった方がいいんじゃないかなと思いますよね、うんうん、緊急事態宣言の期間中でも、はい、あの最近特にあのコンビニとか行きますと、はい、マスクしないで入店してる人って、まあ、結構見かける機会多いんですよね。それまずいじゃん。しかもあの大声であの祭りのお客さんと会話したりしていたりですとか、まあ、そういったことであれば緊急事態も意味ないと思いますし、そうですよね、それよりももっとあのか、まあ、手洗いうがいですとかそういったことをですね、私たちが徹底した方がいいのではないかなというふうに思いますよね。はい、もうこれはもう同じことを何度も何度も何度も言ってたら、はい、馬の耳に念仏、何を言ったって効果はなしっていう、だからこの辺もう少し考えてメリハリをつけてやっていただきたいし、何のためにこれが必要なのっていう、そういうね、改めてみんなで話題にするような形 の, あの持っていき方もあると思うんだけどね、うん、ああでも本当にだってみんな知っておいるよ、どんなあの子供たちでも知っておいるけど、これ同じこと言われてもう抑圧されたらそれはもうストレスたまるわな。そうです、ね、はい、もうでもほらあの、まあ、子供たちも夏休みも明けてまた2学期始まってお勉強するけどさ、お勉強沖縄県確か学力再開と何あのクリアしたんじゃなかったっけ3年ほど前に。あ、まあ、その話ちょっと後でする、うん、やるか、はい、うん、はい、あのちょっと私が今日持ってきたのは、うん、まあ、実はあの8月23日なんですけども、うんうん、まあ、ここであの江波さんと、まあ、いろいろおしゃべりをしている中で、あ、はいはい、あの私はあの沖縄市在住なんですけども、うん、その沖縄市在住の方には、うん、あのエイサー商品券の引き換え券というのが送られてくるんですね。あ、はいはい、そのエイサー商品券とは何か簡単にちょっとおさらいしますと、うん、あの何千五百円分の商品券を5000円で購入できる沖縄市民に限って、あらららら2500円お得なんですよね、はい、ところがちょっとその商品券あのよく見てみましたら、うん、あのお釣りが出なかったりですとか、うん、あのスーパーとかコンビニとかよく行くお店であの使えなかったりとか、うん、結構問題点が あったので、あ、どこでも使えるってわけじゃないんだ。そうなんですよね。でしかもあの、まあ、商品券手に入れるためにはあの自分での買いに行かなければならないっていうそういった面倒もありますし、あら、まあ、売り切れているというお店もあるそうなんですよね、うん、まあ、それよりはあのむしろあの、まあ、全市民にあの恩恵がいくように、うん、あの水道料金の基本料金の無料化、まあ、これをやった方がいいんじゃないかと、実はあの沖縄市去年2ヶ月間それやってたんですけども、はい、まあ、それをまたちょっとやってほしいなというふうにあの放送の中で喋りましたら、うんうん、あの実はあのこういったことがあったんですね、うん、あのその後日談が、まあ、では画面出していただけますでしょうか。はい、あの8月23日の18時なんですけども、はい、あの沖縄市がフェイスブックにあの水道料金の基本料金免除という9月分から11月分をですね、うん、3ヶ月間あの水道料金の基本料金を無料にしますということで、フェイスブックに載せておりました。でその水道料金の基本料金免除を提言したのが、まあ、この日の、まあ、夕方ぐらい、まあ、ちょうどですねこのお知らせが載る、まあ、数十分前だったんですけども、うんうん、まあ、その放送があの19時から流れて、ちょうどその間に沖縄市が私があの提言した件につきまして、このようにあの、まあ、偶然だと思うんですけども、うん、こういった偶然もあるのかなという、ダブったようなもんですね。今回あの水道料金あの、まあ、基本料金免除ということでですね、うん、まあ、今回の決定にあの携わった方々に、まあ、深くあの御礼申し上げます、うんうん、まあ、こういったご実談があったということでですね、まあ、提言してよかったかなというふうに思います、うんうん。であのもう一つのご実談がありまして、うん、ま、あのこれ私のツイッター、あの私のツイッターの
自分があのコミュニティ FM 局で、ラジオ番組やっております。あの、うん、番組名を、まあ、アカウント名にしてるんですけども、まあ、このようにあの偶然だと思いますが、うん、あの番組の放送開始の約1時間前に沖縄県は9月分から11月分の水道料金基本料金免除しましたということで、うんうん、掲載しました、うん。まあ、水道料金基本料金免除されとなりますと、うん、今自分のところではだいたい2100円から2200円ぐらい、月払ってたんですけども、うん、はいはい。まあ、それがあの600円程度で済むという。ああ、そうなんだ。すごい男ですね。そうなんですね。あの3ヶ月続けるとなると、あの4200円とかそういった額がですね、うん、あのまあ、浮くということで、もう本当にありがたいなというふうに思います。うんうん。で、この件をあのツイートしましたところ、うん、あのある沖縄市議が、あのこのツイートに対しまして、あのいいねを押してくださったんですね。うんうん。で、そのいいねを押してくださった上に、このように、番組のことを紹介してくださったんですね。はい、ありがたいですね。もう本当に、まあ、まさかあの、まあ、まさかってあれなんですけども、あの、まあ、沖縄市議会議員の方で、この8月23日の放送を見てくださって、こうやって、紹介されるとはちょっと思ってもいなかったので、本当にあのご視聴いただいてありがたいなというふうに思いますし、もうぜひどんどんですね、あの、まあ、私自身あの沖縄市に住んでおる一回の市民なんですけども、うん、まあ、どんどんちょっと提言していきたいと思いますので、まあ、今後ともご覧になっていただきたいなというふうに思います。そうですね。チャンネルさくらでは、はい、あの各市町村の議員さんもね、あの、はい、積極的に参加していただいて、はい、でいろんなその地域地域のいろんな問題点とか、はい、であのいいところとかあの提案していただいてるんで、はい、もしあのそれぞれ各市町村の議員さんでこうぜひアピールしたいよとか、こういうことがあるんだよという、そういうあの、ね、あの情報をお持ちの方は積極的にチャンネルさくらに連絡していただいて、はい、出演していただけたらいいな。そうですね。あの先ほど画面もう一度出していただけますでしょうか。はいはい、あのなんか事情説明したいということでしたので、はいはい、ぜひともあの番組に出て、あのそうそうそう、まあ、あの沖縄地に関することでですね、どんどん、うん、情報発信してもらいたいなというふうに思いますし、うん、そうですね。でこのツイート、まあ、ちょっと画像あの動画のリンクが貼れていなかったのが残念かなという。あ、はいはい、動画のリンクを貼っていただければもっと多くの人にあの見てもらいたいかなという。内容もね、分かりやすかったはずね。はい、あの動画のリンクを貼っていただければ、うん、もっと良かったのかなというふうに思います。はい、であの先ほどのあのこの私のツイートなんですけども、うん、まあ、このツイートに対しましてもリツイートしてくださったんですね、この議員さん。うん、はい、まあ、リツイート、あのツイッターのリツイートといいますのは、うん、あのフェイスブックでいうところのシェアの機能なんですけども、うん、あのリツイートをしてくださったリツイートを見ますと、うん、あのこちら私のツイートのですね、こういうふうにあの紹介してくださいました。はい、ただちょっともう少しリサーチしてほしいなという、まあ、何をリサーチしてほしかったとかはちょっとわからないんですけども、はい、あのこのようにあの紹介してくださっていたんですけども、ただちょっとせっかく私のツイートリツイートしてくださったのに、うん、あのこれ後で見てみましたら、あの記事自体削除されていたんですね。あらら。で、あのでしばらく経ってからもう少し、しばらく経ってからまたこのようにですねリツイートしてくださったんですけども、まあ、このリツイートもまた何分かしたら削除されまして、あら、はい、あとまたしばらく経ったらこのようにあの見たびあのリツイートしてくださったんですけども、うん、あのまたこ あのリツイートも削除されていたということで、あららら、はい、だからせっかくリツイートしてくださったのに、うん、あのまあ、削除するのはもったいないかなという。そうですね、まあ、あのせっかくリツイートしてくださったんですし、あと、うん、あのまあ、沖縄市職員の頑張り合いとお伝えたいということであれば、うん、あのその議員の、まあ、ツイッターですとかこの議員のブログもやってるので、うん、まあ、そこで伝えてもよかったんじゃないかなと。そうですね、詳しい話も自分でねブログとかね、はい、発表していただければもっと分かりやすいですよね。まあそうですね、あの、うん、まあ、政治家にはよく説明責任だとか言われますけども、うん、あのもうちょっとあの説明、市民に対しまして、まあ、こういった事情ですというふうに説明していただければ、うん、あの今回 の, あの、まあ、エイサー商品券の意図というのも伝わるんじゃないかなというふうに思います。うんうん、で沖縄市議会議員あの確か24名いたんですけども、うん、その市議会議員の中にはあの積極的にあの SNS ですとか、うん、あと市政報告会を行って、うん、あの沖縄市の現状ですとかあの沖縄市議会で、ね、今何が話されているのかを、まあ、積極的にあの説明してくださっている方がおりまして、はい、
まあ、その議員私非常に支持してるんですけども、うん、ちょっと画面はい出してください。はい、こちらの方、沖縄市議会議員 の町田雄介さんという方で、はい、3年前の沖縄市議会議員選挙で初当選した方で、まだ1期目ではあるんですけども、うん、まだ1期目ではありながら、もう本当に他の議員さんのですね、何倍もの仕事をされている方で、うん、2019年の2月に辺野古の埋め立て施設を問う県民投票ありましたね。ありますけど、はい、まあ、普天間基地の辺野古への移設をめぐって、うん、まあ、辺野古への埋め立てをどうするかという、まあ、賛成か反対かと県民投票がありまして、うんうん、まあ、この県民投票って法的拘束力がないので、うん、仮にそこで賛否が示されたところで何の影響もないんですよね、はい、ところが、まあ、この沖縄にある41市町村なんですけども、うん、まあ、その県民投票で、県民投票に使うですね、うん、まあ、市職員への報酬ですとか、うん、まあ、その必要な経費をですね、経費に予算をつける予算案というのが、うん、市町村議会で審議されまして、沖縄市は最初は反対多数で否決されたんですよね、うん、要はこんな法的拘束力もないやる意味のない県民投票に、まあ、そういったの市民の税金を無駄には使えませんよということで、うん、1回目は反対多数で否決されたんですけども、はい、で2回目、これ投票2回行われまして、2回目はその前回から前回1回目の投票の時には選択肢が賛成か反対か、うん、埋め立てに賛成か反対かだけの選択肢がなかったんですけども、うん、まあ、それにどちらでもないっていう選択肢が加わったんですね、はい、でそれによって1回目の投票の時に反対していた沖縄市議会議員の中には、まあ、それで賛成に回っちゃった人がいて、2回目の、まあ、議決の時には賛成多数で可決されてしまって、うん、結局2回とも反対した議員というのは沖縄市議会議員の中には2人しかいなかった、うん、ですよね。でその2人のうちの1人が他ならぬ町田雄介さんということで、うん、もう筋を通した男の中の男ということですね、まあ、これを情報を知ってから私は町田議員のことを支持するようになったということで、うんうん、になっております、はい、まあ、ちょっと余談が長くなってしまったんですけども、うん、じゃあ町田議員がどのようにSNS 活用しているかといいますと、うん、次画面お願いいたします。これはある沖縄市民から寄せられた町田市議のですね、フェイスブックに寄せられたコメント欄なんですけども、町田議員こんばんは、こんにちは、新型コロナウイルスにかかる相談窓保健所相談窓口ですが、うん、中部保健所は平日しか空いてませんので、このことを議会で取り上げてほしいですというふうにそういった要望を伝えましたところ、町田議員はありがとうございます、明日早速起きますというふうにこういった返信をして、もう本当に即決ですね、はい、行動に移す、はい、市民のためになるなというふうに思う提案があれば、うん、まあ、それを早速行動に移すということと、うん、まあ、それからまあ、これはちょっと一例だけしか示しておりませんけども、うんうん、まあ、町田議員市民から寄せられた要望にはたとえちょっとその議員にとって耳が痛いものであっても、うん、まあ、真摯にまあ、真摯にリプライするというまあ、そういった、はい、本当に謙虚な姿勢でですね、うん、まあ、市民のために紛争しているもう数少ない議員の一人でございます。はい、いやすごいありがたいですよね、まあ、こういった人がですね、どん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 議員になってほしいなというふうに思いますし、うんうん、まあ、町田議員SNS だけではなくて市政報告会というのを開いて積極的に市民に対しまして、まあ、情報開示をしているんですね。あ、なるほど、すごい、では次の画面お願いいたします。はい、これは一昨年9月に行われました、町田雄介議員 の議会報告会の様子でございます、うんうん、まあ、こちらに左側に映っておりますのは町田議員で、うん、町田議員が自らこれまで、町田議員が取り組んできたこと、沖縄市議会の場で取り組んできたことを、まあ、このように市政報告会、これは沖縄市にあります、中野町公民館というところで開催された説明会なんですけども、はい、まあ、そういった説明会を開いて市民に対してまして積極的に情報提供しています、うん、まあ、私もこの市政報告会行ってきたんですけども、なんと無料で行っていったんですね。はいはい、
こういった報告会って結構お金を取っているところ多いと思うんですけども、うん、経費かかるからねこういうのって。そうなんですよね。なので、まあ、そんな高い値段でなければですね、うん、私も積極的に参加したいと思うんですけども、うん、まあ、お金をかけるよう無料でやった方がより多くの市民の方に来ていただける、うん、それによって市民の方々には沖縄市の市議会の内情を分かってもらえるということでですね、うん、まあ、積極的に、うん、まあ、こういった会を開催しております。でこの会にはですね、前衆議院議員の島地愛子さんですとか、うん、あと沖縄市の小林市長も応援に駆けつけて挨拶、はい、しております。うん、まあ、島尻さんとそれからの桑井市長が応援に来ているということでですね、うん、まあ、この方は町田祐介さん自民党系の議員ということは分かっていただけるかなと思うんですけども、うん、まあ、この市政報告会につきましては資料を配布して参加者に資料を配布して町田議員がいろんなことを説明したんですけども、うん、まあ、このようにまあ、紙ベースでですね、はい、配られたものになりまして、うん、まあ、こういったふうに、はい、まあ、町田市の自己紹介プロフィールですとか、あと、まあ、こういったふうに、まあ、パフォー形式で、これまでこういったことを取り組んできましたよという、まあ、そういったことを分かりやすく示した資料を配った上でですね、うん、説明したんですけども、はい、まあ、こういった紙ベースの資料がありますと、うん、後でじゃあこの時町田議員何を話したかっていうのを簡単に振り返ることができますよね、はい、まあ、そういったこともありまして、まあ、本当に市民に対する情報提供というのをですね、積極的に行っている。積極的だけではなくてですね、うん、後によって振り返られるようにそういった気配りもできていて、まあ、非常に、素晴らしいなというふうに思います。うん、だからもうあれですよね、人間は忘れる動物だから、はい、話聞いて感動、あそこでわすごいって思っても、はい、やっぱり後でこの資料があると、はい、改めてね、どこが問題なのっていう見直しが効くからね。そうなんですよね、うん、まあ、そういったところにもちょっと配慮して、うん、まあ、市政報告会をやっていて、もちろん SNS でも積極的に情報を発信していてという、うん、まあ、そういったふうにですね、まあ、沖縄市であれば沖縄に住む沖縄市民に対しまして、まあ、ネットだとは全国で見られますけれども、うん、そういった有権者に対して、まあ、議会で今何が行われているのか、これまで何をやってきたのか、まあ、こういった情報提供も誠実にやっている議員さんなんですけれども、うん、こういった議員が、まあ、来年9月に沖縄では統一地方選挙がありまして、うん、まあ、沖縄市もそうなんですけれども、いろんなところでいろんな市町村で市町村議員の選挙が行われるわけなんですけれども、はい、まあ、そこでこういったふうにですね、本当に誠実に、まあ、市民に対して情報提供している、まあ、そういった議員さんが多く当選してくれることを願っております、うんうん、まあ、でもあれですよ、本当にこう議員さんに当選したら終わりじゃなくて、逆にその当選したお返しに、はい、こう市民とかね、その地域の人たちにどう自分が関わっていろんなこの地域改革をやっていくかっていうのを見せていかないとダメですよね。そうですね、特に昨今地方議会で、うん、まあ、投票率の低下って目立っていると思うんですよね。そうなんですよ、まあ、沖縄にしてもこのところ 2,3 年ぐらい前から50% 下回るっていう、うん、そういったケースありますし、先決行われた仙台市長選挙に至っては、うん、まあ、29.何%というふうに 30% も下回っている状況になっておりまして、あらららら、はい、まあ、こういった、まあ、投票率低下の原因というのはいろいろあるとは思うんですけども、うん、私その一員にはですね、やはり、まあ、議員ですとかの市区町村長のですね、うん、まあ、情報提供不足があるのではないかなというふうに思っておりますので、うん、まあ、なるべく、まあ、情報提供を積極的に行っている方が多く投票、うん、多く当選してくれば、まあ、こういった低投票率もですね、幾分かは改善されるのではないかなと、うん、変わってきますよね、思いますね、はい、やっぱり自分たちの地域がどんなふうにこう変わっていくか、はい、いい方向なのか悪い方向なのか、これを見ながらこう、ね、この議員さんの活動を、ね、支えられれば一番いいと思うんですよね、はいはい、だから自分たちの足元一番大事ですよ、はい、それはだから自分たちの家族もそこで暮らしているわけですから、はい、そういう意味ではね、ぜひこう議員の皆さんにお願いしたいのは、そういう形で積極的にこう地域住民にそのご自分のなさっている活動を
報告をしていただいて、もしくはまたその地域住民からいろんなアドバイスとかね、そういう、まあ、お叱りも来るでしょうけど、そういうのを受けながらね、徐々に自分を高めていってほしいなと思うんですよ。まあちょっと武漢ウイルスの影響もあって、なかなか直接会うというのは難しいかもしれないですけども、難しいね、今ね、SNS とかがありますので、はい、まあ、それを積極的に活用して、はい、まあ、武漢ウイルスが収まったら、うん、また市政報告会ですとか積極的に開いて、そうですね、はい、はい、まあ、でも本当にあれですよ、まあ、地域も一番大事ですし、一番自分たちに肝心なのは自分たちの家族、特に子どもたちがどうこう未来へ向かって羽ばたいていくか、本当にそういう環境づくりを、ね、学校側がしてるかっていう、ここが問題点なんですけど、なんか一時期ね、さっきも話したけど、はい、3年ぐらい前に全国最下位から抜け出したって言って、全国最下位抜け出したのはもうちょっと前なんですけど、もうちょっと前か学力テストの話なんですけども、うん、先日学力試験の結果が発表されまして、うん、まあ、新聞にもちょっと一面で、出ておりました、うん、で、まあ、沖縄県内中学校3年生が全国との差縮まったとあるんですけども、うん、実は今回も中学校は沖縄県、今回のここ中学校はここ数学が行われたんですけども、うん、日岡とも全国最下位という、そこなんだよな、ずっと中学校って10年以上最下位という、うん、まあ教科によっては最下位抜けたところもある、抜けた教科も見られたんですけども、うん、まあ、総合で言えばずっと最下位という。で、その今回中学校3年生って、うん、3年前小学校6年生用のテストを受けてるんですよね。はいはい。でその小学校6年生用のテストはの結果どうだったかと言いますと、3年前の小学校6年生のテスト、国語と算数がありまして、うん、それぞれ A、B に分かれていたんですけども、はい、国語 A が47位と最下位だったんですが、うん、国語 B と算数 A が12位、比較的上位に入ってきて、でしかも算数 B に至っては全国4位と、うん、上位に食い込んでるんですよね。すごいじゃないですか。で3年前小学校6年生向けのテストで、まあ、教科によって上位に食い込んだ生徒たちが、じゃあ3年後中学校3年生用のテストを受けたら2教科とも最下位って。だから、小学校の6年生の時には上位もしくは中位ぐらいのだった成績が中学校3年生で最下位になっていることも、これって結構まあ、ここ 3,4 年ほど続いておる傾向でありまして、うん、今年だけこういった傾向が見られたのならまだしも、こういった傾向が複数回連続で見られるということは、私中学校の沖縄の中学校の教育に、まあ、かなり問題あるんじゃないかなというふうにしか思えないですよね。 その問題点って何だろう。まあ、それをちょっと追求することが必要で、特にメディアはですね、メディアであったり教育関係者がまあそこをしっかり検証する必要があるとは思うんですけども、まあメディアでそういった検証する記事というのは見かけた試しほぼ皆無に近いですし、もう中学校 の先生方ですとか教育関係者の方、まあ真剣にこのことを考えているのかなというふうに思いますね。中学校に至っては先ほど申し上げましたように10年以上ずっと最下位ですから、でこれって学力テストって基本的な知識ですとか理解度を問う問題が多く出されておりますので、うん、まあ、そこで特に中学校3年生というと翌年受験じゃないですか、はい、その受験に向けてどういったところを重点的に勉強すればいいかというのをですね、測る、うん、まあ、テストなんですけれども、はい、まあ、そういったテストで、まあ、ずっと最下位に来ているということでですね、はい、まあ、これは、まあ、高校受験は沖縄県内で、まあ、競うものではあるんですけども、うん、その、まあ、高校に進学した後大学に行くときまたそこでね、ギャップが生まれますよね。そうなんですよね。まあ、沖縄県内の大学を受けるにしても内地からの受験生とも競うわけじゃないですか、うん、まあ、そうなった時に自分はずっと大学まで沖縄県内の学校に行くから大丈夫だというふうに思っていたら、うん、ちょっとこれまずいんじゃないかなという、特に先生方が先生の中にそういった考えを持っている人がいたらまずいんじゃないかなという、はい、だって子どもたちの未来ってさ、はい、もうこれからはもう全国どころか
下手すると世界に羽ばたいていくでしょ。その世界に羽ばたいていく子どもたちのこの羽をもっと大きく広げるためにはやっぱり学力も必要ですよ、ある程度は。だからそこでもう少しこうなんか最下位に甘んじてるっていう、なんじゃそれと思いますよね。まあそうですね、はい、まあ、新聞なんか見てみますと、有識者の声の中でですね、うんうんうん、学力テストの結果だけを競わせるのに、まあ、特化するようなそういった教育は良くないとか言われてますけど、なんでよそういった、教育を行っている学校実際にあるのかと思います。ある程度普通ぐらいのレベルに来たらそういう言い方もできるけど、はい、最下位でこんなこと言ってる場合じゃないよ。そうですよね、はい、まあ、先ほど中学校の教育に問題があるんじゃないかというふうに言いましたけども、うんうん、まあ、今は一時期比べたら減ったそうなんですけども、うん、やはり中にはですね、授業そっちのけで反基地運動をやってる先生がいらっしゃったりですとか、そこかとか言って、まあそれもあると思いますし、うん、あと私疑問に思うのは、はい、私北海道出身なんですけども、北海道も、はい、結構沖縄と、まあ、似たような傾向がありまして、うん、ずっと学力テストで、まあ、最下位から数えた方が早いっていう順位をたどってるんですけども、私ある私同じ北海道出身の方で、まあ、高校まで北海道で過ごしてきた方からの話を伺いますと、はいはい、その方が高校まで過ごしてきた、公立高校で過ごしてきたんですけども、はい、ずっと振り返って、学生時代振り返ってみますと、まあ、本当に子どもたちに勉強を教えるのが好きだから先生になった人って少なかったのではないか、子どもに勉強を教えることが好きな人って少なかったのではないか、先生自体も勉強があまり好きなんじゃないかという、まあ、そういったことを言ってたんですけども、私もこれちょっと同感するところを非常に大きくて、うんうんうん、私も高校まで北海道の公立高校で、過ごしてきたんですけども、はい、まあ、公立高校の方は進学校だったということもありまして、まあ、熱心な先生が多かったんですけども、うん、まあ、中学校の先生の中にですね、うん、まあ、本当にちょっとこの人勉強を教える気あるのかなっていう、まあ、反基地運動に携わっていたわけじゃないんですけども、はい、そういったエピソードがありまして、まあ、ある先生は学校の勉強なんてどうでもいいんだよっていう、うわ、まあ、そういったことを平気で言った人がいたんですよ。なんじゃそれ。公立高校の先生がそういったことを言ってしまいますと、はい、自分はどうでもいいことを子どもたちに教えて、そう、まあ、税金から給料もらってますよっていうふうに公言してるのと変わらないと思うんですけども、うわ、まあ、そういったことを言う先生だったりですとか、うん、あと、まあ、成績が良かった生徒がですね、うん、何かちょっと悪いことをしますと、はい、お前ちょっと勉強だけできればいいってもんじゃないんだぞっていう、なんでそこで勉強のことを持ち出すのって、なんでそんな悪いことしたのなら、うん、その悪い行為だけ叱ればいいでしょっていう、そう、勉強できるかダメっていう、そんな言い方ないよね。そうなんですよね。まあそういったこともありまして、もしかしたら沖縄の中学校、うん、の中学校の先生の中にも、うん、まあ、そういった先生少なからずいらっしゃるのではないかなという、まあ、そういったちょっと疑念も湧いてきますね。もし、はい、まあ、そういった先生がいたらですね、特にまあ保護者がちょっと抗議の声を上げるべきじゃないかなというふうに思いますね。はい、私なんかもずいぶん昔ですけど、はい、時々実習っていうのがあったのよ、実習、はい、先生今ちょっと予定があるからみんな実習していてねって言われて、うわー楽しいぞって喜んでたのに、あれ何をしてたんだろう実習って半吉なんかなぜ先生がちょっとその時授業休んでいたのか、今思い当たるような気がするよが気になりますけどね、はい、であとこの学力テストをめぐるメディアの報道なんですけども、うんうん、5年くらい前から沖縄市の方で、うん、都道府県別の順位を発表することをやめてるんですよね。あれ都道府県やっぱり順位は発表しようよ。その順位をの公表をやめた理由というのも、うん、その順位を公表することによって、うん、子どもたちの間で過度な競争が生まれてしまうという、過度な競争が起きてしまうという、まあ、そういった理由から順位を載せることをやめたそうなんですけど、それ言い逃れじゃない自分たちに矛先が向かないようにじゃないのそれちょっと言葉を変えて言いますと、はい、ペーパーテストの成績で順位をつけるのは良くないという、うん、うわ、そういったことになるかなというふうに思うんですけども、でもテストってそれでしょ
ですよね。しかもその沖縄日誌の入社試験の要項を見てみましたら、そうそうそう、筆記試験あるんですよね。全部あるさ。で、筆記試験をやるっていうことは、うん、次の面接とかのステップに進める際、進める人を決める際に、うん、筆記試験、ペーパーテストの成績で順位決めるってことになるんじゃないかなっていう。みんな社会はそうでしょ。それって学力テストのですね、報道姿勢と矛盾しているのではないかなというふうに思いますし、本当だよね。今回行われました東京オリンピック・パラリンピックにしましても、はいはい、ペーパーテストではないんですけども、うん、競技の、点数制の競技であれば点数、うん、で競争であれば勝ち負けでですね、順位とか決まって、それで金メダル、はい、銀メダル、銅メダルって決まるわけじゃないですか。はい、で、この学力テストのですね、順位を公表するのが競争があるから良くないっていうふうにしている人たちは、オリンピックのこの競争についてはどう思ってるんですか、ね、何も言わないですよね。何も言わないですね。もう一喜一憂して、わ、金メダルを打つで喜んでるし、もうこれがでも社会ですよ。そうですよね。ちゃんと子どもたちはその社会のルールを教えるためにも一生懸命その社会のルールで勝ち抜けるような、もうね、こう勉強もさせて、はい、レベルも上げていかんといけないんじゃないのね、先生たち。そうですね。あとこの学力テストの結果、都道府県別の順位を発表したからといって、上位に来た自分が住んでるところが上位に来たからといって、じゃあ子どもたち全てがみんな成績いいとは限りませんし、下位に来たからといってみんな成績が悪いとは限りませんし、これによってですね、進路が決まるっていうわけでは、すぐに進路が決まるってわけじゃないじゃないですか。はいはい、じゃあ下位に来た場合は、どうすればもっと上位を受けられるかを考えるきっかけにすればいいことでありますし、上位に来ている県は、じゃあもっともっと正答率を上げていくためには、どうすればいいかを考えていくっていう、上位に来ても下位に来てもですね、もっともっと子どもたちの学力を上げるためにどうすればいいか考えなければいけないっていうのは共通していると思うんですよね。やっぱり努力をしないとダメですよ、先生もね。もう本当に、そうですよね。子どもたちにその姿を見せる、はい、あ、この先生の授業面白いって、はい、そんな言われるような先生になってほしいしな。そうですよね。そういった子どもたちの興味を引く授業をすれば、学力というのも上がっていくものではないかなと思いますね。先ほども紹介した北海道、私と同じ北海道出身の方なんですけども、高校を卒業した後予備校に行ったんですけども、高校時代はなかなかちょっと成績が上がらなくてですね、授業が、はい、つまらなくて成績が上がらなくて、それでちょっと志望校に受からなかったからちょっと予備校に行ったんですけど、予備校時代はですね、その先生の教え方がうまくて勉強って面白いなっていうふうに目覚めたというか、勉強って面白いなというふうに思うようになって、それで努力するようになったんですね。それで予備校から志望校に見事合格したということがありますので、やはり先生方が面白い授業、子どもたちが興味を引く授業というのは、学力向上につながるのではないかなというふうに思います。必要ですよね。はい、だからそういう意味ではもう本当に子どもたちも勉強も楽しくなるように、あとだからあれですよ、このコロナウイルスで本当にもう大変な時代ですけど、ぜひ早くこの収束していただいて、もう本当に面と向かっておしゃべりができる、そういう時代に、ね、なってほしいし、そのためにはやっぱり一人一人が努力をしてね、もう明日への希望を大きく結んで、一緒に力を合わせて社会を良くしていけるように頑張っていくしかないな、タカちゃん。そうですね、はい。だからもういろいろね、タカちゃんと久しぶりに話しましたけど、これからもいろんな形でぜひネタを収集していただいて教えてください。あ、はい、はい、ありがとうございます。はい、タカちゃん今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。はい、皆さんありがとうございました。